はいこんにちは佐大臣三永です9月になって朝晩はだいぶ過ごしやすくなってきましたねヒヨドリが早朝から鳴くようになりました今年もあのうるさいのがやってきたのかと微笑ましいです本日は2024年8月分の雑談もお届けします夏の京都ののんびりした風情をお楽しみください8月4日船岡山に登ってきました霞に曇る比叡山が 見事でしたここは京都の北側にある丘で京都全体が見渡せます。一説には桓武天皇が都づくりの時にこの丘に登って船岡山に登って、えー、土地の区画を考えたというようなことが言われておりまた方言の乱のストク上皇方が処刑された場所であり応仁の乱の戦場にもなりましたので古くからおどろおどろしい場所であるということで。 心霊スポットとしても有名ですけれどもね日中は全然おどろおどろしい感じはなくて四方がよく見渡せ素晴らしい景色です京都に来てもう7年経ったのかとこの山に登るといろいろと感慨が胸の内にこみ上げますね北の天満宮に参拝してきました今日の七夕ということで金銀の飾り物が 風に揺れてででしたそうなんですね京都では七夕を旧暦でやるんですよ調べてみたら北海道や東北でも旧暦でやっているところがあるということで、うん、やっぱりね七夕のような伝統行事は旧暦でやるのがいいと思うんですよねさまざまな歌に伝統行事というのは読まれていますので新暦でやっちゃうと季節感が全然変わってきますからね私も京都に来た当時 を旧暦で七夕をやるのかいいなとワクワクしたことを覚えています正月に配る往復梅を天日干しするための台が境内に建ててありました「もうそんな時期か」と「今日近所のスーパーに行ったら暑いので氷を切らしています」とありました「肉も卵も買ったのにここで氷がないとうちに持ち帰るまでに腐ってしまわないかなと心配になりました」ススーーパのの氷のストックが 切れるそれほどの暑さなのかと改めてびっくりです朝から両安寺から金閣寺に向けて歩きました絹掛の道という山中の道を通ってですね立命館大学の前を通って歩いていくと比叡山の方のところから太陽が昇ってきます実にスーッとこのもの胸の内が晴れるようなね素晴らしい朝日で気分がいいですおお今朝は早いですねおはようございます どどうどうもも、なかなかまだまだ暑いですねなどと散歩の常連の人々の間で声を掛け合うのも心地よいことです朝ね散歩やジョギングしている人を見ていると表情も爽やかでまたやっぱり走ったり歩いたりしているからだらしない体型をしていないですね腹がすっとへっこんでスリムですよやはり朝は良いなぁと実感します 私は毎朝両安寺の境内で発声練習をするんですけれどもその時の無意識の癖として頭の辺りに手を持ってきたがるんですよ耳のところとかね額のところとかねなんでかなと思ったらこうヘッドホンも意識してるのと頭のところに手をやると声が響いてちょっと音が良くなるんですねけれどもそれだと練習にならないのであえて手は。 両方の腰のところに置いて頭の辺りに手を持ってこないようにつまりあまり音が響かないような状況を作って音が四方に拡散するようにしておいて発声練習するように最近は意識しています下の筋トレをしています皆さんねこれやった方がいいですよ下の筋トレ特に年取ってくると下の動き鈍くなってきますからね舌を出してね顔 えー、ベロ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 と口の周りを唇の周りを1回転させるこれを右に25回やって左に25回やって次に下を突き出して上を向くで真、まあ、上を向くんですでで天に向けて下を向けるんですね捨てただ123456と30秒ぐらい数えるわけですよそうすると何かこうね重力に下が引っ張られてぐーッと伸びていくようなピーンと 筋肉が伸びますのでね右に25回左に25回回転させて上を向いて30秒こう試しにやってみてください最初のね23日は舌がつるような筋肉痛を覚えると思いますけれども1週間ぐらいするともうだいぶ舌の筋肉がついてきてですね滑舌もよくなります軽やかに喋れるようになりますぜひ舌の筋トレ試してみてくださいかからにに向かう途中に 住吉大友神社という小さな神社があるんですけれどもそこの拝殿から如意ヶ岳が実に見事にそびえておりましてそこに朝日が昇ってくるとパーッと五光がさしてねもうなんとも神々しい感じでいつも手を合わせています仁梨に向かって一条通りを西に進んでいきますと右に仁梨の仁王門がそびえ正面には嵐山がそびえています 仁な市の仁王門と嵐山が90度に向かい合ってなんか対話しているようなね楽しげな感じが面白いなと思います仁な市の仁王門の前から南の方を見ると蘭電の小室仁し駅とその向こうにつれずれ草にも舞台として描かれた並びが丘がそびえています住宅街の向こうにこう並びが丘がですねこんもりと盛り上がっている以前は丘のあちこちから 中に入れたんですけれども今だいぶ入り口を封鎖してしまって入れるところが限られてしまっているのが残念なところですしかしあの丘の佇まいは健康奉師の時代からそう変わってはいないだろうなと思うと親しみ深い感じがこみ上げます仁和寺の仁王門にそびえる仁王像です仏像というのはね何かこう心をかきたてられますね若い頃ね仏像を見ていると いやこの仏像を作った仏師はこんな何百年も後まで自分の作品が残っていてどういう気持ちだろうかな誇らしいだろうかなとそういうことばかり考えてたんですけれども最近ではねもう自分の人生も後半に入ってきましたので自分が死んだ後も何百年もこの仁な寺の、うん、仁王像はここにあり続けるんだな代々。 修学旅行生がここを訪れたくさんの人を楽しませ元気づけ続けるその時に自分はもうこの世にはいないのだと考えるとうんなんかいよいよね仏像というものは何でしょうがね自然界にあるもののように人の心をかきたてられる桜とかもみしと同じように人の命とか人生というものを考えさせられるのは不思議です。この日も比叡山がよく見えていました 仁和寺の隣の蓮華寺というちょっと高台になったお寺でからいつも朝日を望むんですけれども晴れている日は実に神々しいやはりあの比叡山というのは特別な神聖な山なんだなということを思わされます最近思うことに何か行うにはまず時間を確保することが第一だなと仕事はもちろんそうですけれども仕事だけでなく遊びでも レジャーでも例えば映画を見るでも YouTube を見るでもその時間がまず第一なんだなとただ映画を見るとかゲームで遊ぶとかいう娯楽ですら時間がかかるんですねよくよく考えると当たり前ですけれどもだから何事も時間がかかるということを先に分かっていればイライラしないなとカレーを作るときは材料切るのに10分炒めるのに15分 茹でるのに20分、どうあってもカレーを作るには1時間ぐらい時間をまず確保しなければならないという、その事実を受け入れるということですね。まだこんなに進んでいない、俺は何をやっているんだと、イライラしなくてもいいというのは、時間が何事も必要であるということをまず受け入れるということが大切なのかなと。お盆の真っ最中でいろいろなお盆グッズが。 スーパーに行くと売っていますね。ハスの葉まで売ってるんですね。東京や熊本では聞いたことはなかったです。ハスの葉を買って、その上にお供え物とかを載せてくださいということなんですけれども、180円でぐらいで売ってますね。それぐらいサービスでつけてくれてもと思うんですけれども、私はね、路地が、街歩きの面白いところは、路地なんですよ。こう メインの通りからちょっと入ったところにある1本2本内側に入り込んでいくで特に京都はこなんでこんなところにこんな細い道があるんだとでその道がぐにゃぐにゃぐにゃぐね曲がりくねって結局、えー、元の入った入り口から数百メートルも行っていないような隣の出口からこう抜けるようになっていたりするそういう路地に限って 夕顔の花が絡みついていたりし,してですね、源氏物語の風情もありますよ。民泊反対とポスターが貼ってあって、いかにあの民泊というのが京都市民から嫌われているかということもよくわかりますよ。路地に入っていくといろいろな表通りを歩いているではわからない風情が伝わってきて、私は好きです。テレビなどのメディアが米不足を煽りすぎたために、今全然米が売ってないじゃないですか。 米がない買えないい買え今年は猛暑で米不足だ買っておかないと大変であるとわめき散らしたことによって実際に市場から米が消えてしまっているという、えー、困った状況でまさにマスコミがマスゴミと呼ばれることのゆえんがまたしても示されたなと思うんですけれどもだからねちどしばらく米に代わる主食を探さないとなと思って里芋じゃがいもトウモロコシ あたりを候補に挙げていたんですけれどもそんな先にね同志社大学の今出川キャンパスの前に野菜マニアという店ができていましたこれ無人の野菜販売所で結構あの人件費を全くかけていないということで安く買えるんですよあ面白い店ができたなとだけれどもねあの辺外国人も多いのにこういう無人の店とかやったら万引きされるんじゃないかなとその点は心配です 夕方烏丸通りを歩いていたらものすごいスズメの群れなん、えー、ですかそこにん住んでいるのかな街路樹をねぐらに何百羽いるんだというぐらいに泣いていました面白いことに特定の木にだけ集まっているんですよねたくさん街路樹があるにもかかわらずその中の特定の一本にのみ集まっているのはあれは何なのかなと夕刻京都駅に用があっていって ままいりした東本願寺の護衛道門が夜の闇の中に浮かび上がって実にかっこよかったです京都タワーと並び立って SF メイター「スター・ウォーズ」の宇宙船かよっていうぐらいのかっこよさでした家業の発音はいつも悩むんですよだって家業ってよく分かんなくないですか口の奥のどっかを弾いてるんですけれども「家キくけっこ」って どこを弾いているのかなーというのがいつもね気になってねだからかきくけこの発音ではいつもちょっと出遅れてしまうというか、うん、これでいいのかなーという悩み感が私はありますね例えば神戸を挙げて三月を望み神戸を垂れて故郷を思うという時にですね「神戸の子」「故郷の子」 こういういのを発音するときにちょっと難しいなという引っかかりが私の場合あるのでだから最近の対策としてはその家業の音が作り出されるだいぶ前から次が家業が来るぞと意識して早めに音を置いておくというかなそういうことを最近気にしています「釈迦の伝説と生涯」というオンライン講座を制作しています。 もうすっかり録音は終わって今編集している段階です。この話はですね、その時という言葉がやたら多くて困りました。何しろ私はその時というのが苦手なんですよ。その時って、その時ってこう下先でこう2回弾くじゃないですか。だかからなんかこう 弾くのが間に合わないというか舌が絡まってしまいがちなので「外のと「の」と「と」をはっきり発音するというのが結構難しいなと思いましただから今回は何百編も「その時」と言いましたのでだいぶ言えるようになったかなとは思うんですけれどもやっぱり「その時」というのは難しいなとやっぱ弾く系で難しいのは「他行」と「な行」なんですよねだから北斗の剣の剣の,剣士郎の あの他の連打とかすごいなと思います8月16日日踊りが今年初めて泣きました自宅で朝から聞こえました今日は御山送り日の日です行ってまいりました京都の伝統的なお盆の行事ですと言っても私はいつも自宅に近い北の白梅町駅から金閣寺に向けて歩いて左大門寺を見るだけなんですけれども ちょうど金閣寺の参道の入り口のところにある金閣寺の湯という銭湯かそこの銭湯の前が一番、うん、見晴らしが良くてですね大文字が見えるんですよだから銭湯の前にいつも人だかりができていますね金閣寺の湯の前にあんなにも人が集まるのはこの日だけです京都御苑の西側あの浜マり御門の ハスムカイにあります菅原院天満宮に参拝してきました。菅原の三つ座猫を生誕の地と伝えられます。境内に菅原の三つ座猫を産湯の井戸水があり、実際に井戸水を汲んで飲むことができます。すっきりして美味しかったです。京都御苑では境町御門の前のサルスベリが見事でした。カメラ持った方が一生懸命サルスベリを撮っていました。京都御苑内の五福島神社の屋根に アオサギが佇んでいました。久しぶりに生のアオサギを見て。胸の内がアオサギ成分で満ちた感じがしました。屋根の縁のこうちょうどギリギリのところにアオサギが止まっているので、つま先がですね、こう屋根の縁から若干はみ出てしまっている。それをも気にせずにひたすらじーっと佇み続けているのがいい感じだなと思いました。そしてそのそばで、 アオサギの真似をするかのようにハトが同じポーズでじーっと佇たずんでいるのも味わい深いことでしたやはりたびたびアオサギを見て胸の内をアオサギ成分で満たさなければなぁと思います近くで見ていた和服を着た白人女性が「ナイスファンタスティック!」と言って喜んでました夕方花園の方に買い物に行って明神寺の境内を通って帰ってきました 絹笠山がポコンとそびえて北門の辺りから見えて素晴らしいいつ見ても味わい深い形をしているなぁと感心します某餃子チェーン店に56年ぶりに入りましたいやー言いたくないですが安定のまずさですね冷凍餃子特有の衣がブヨブヨして端っこの方だけところどころ焦げていて硬くなっているのと 具が少なすすぎぎてシンプルすぎる味まあそれはいいんですけれども店内で餃子のあのグループのドラマが流れてんですよ。どういう内容かというと新卒で就職活動をしている大学生が餃子の例のグループでバイトをしていてですね「いやこれは素晴らしい餃子のなにがしグループ最高じゃないか!」と「よし俺ここで就職するぞ!」と。 父親に相談したら、お前、バイトと仕事は違うんだぞ。親父そそれは俺,はわ俺だって分かっている。でも、お客様に喜ばれる笑顔が素晴らしい仕事なんだと、えー、説得して、そして餃子を食べてもらってん、お前の言うことはなんかこの餃子を食べていたら分かった気がするなとか言って、父親も納得するという。も <laughs> うしょうもない。本 <laughs> 当しょうもない。 やりがいとか笑顔というブラック企業特有のキーワードが連発で見ていて怖かったです。なるほど、こうやって社員も洗脳していくのかと。じゃあもう何より気の毒なのはですね、あのしょうもないビデオを一日中見せられる、聞かされる店員のことですよ。わあもうたまったもんじゃないだろうなと。私なら1時間と持たずに逃げ出しますよ。やっぱりブラック企業はどうしようもねえなと思いました。 お好み焼きを焼く時にですね最近以前のようにうまく焼けないなフライパンにべろっとへばりついてなかなか取れないことが多いなと思ってたんですけれども単純に油の量がね足りなかっただけでした油を多めにするとちゃんとお好み焼きの下に膜ができてそれによってうまく剥がせるようになりました油けちっちゃだめだなと8月25日は北野天満宮の天神市でした 菅原光真公の生誕日である6月25日と期日である2月25日にちなみ毎月25日に縁日が行われます骨董品や古着を多く扱っていて、まあ、私は別にそういうものは買わないんですけれども興味もないんですけれども祭りの喧騒というのが好きなんでねたびたびその喧騒に身を任せるために出かけていきます。海ならず たたえたる水の底までも清き心は月ぞ寺さん、新古今和歌集にある菅原三種子を寛大臣の歌が掲げられていました北野天満宮は一年中何かの白のイベントをやっていて感心します10月には秋祭りである随気祭りが控えていますし11月には梅酒祭りといって梅の聴き比べをするようなお祭りもあります そういう特別なイベントごとに加えて毎月の縁日ですからねそこらの企業より忙しいんじゃないかなと今日は夏休みということもあり子供連れが多かったですお父さんに抱えられた子供さんが天満宮の牛の置物をなでくり回しているという微笑ましい図があちこちで見られました油を床にこぼしてししてままいましたそんなにドバーっとこぼしたわけではないんですけれどもちょっとフローリングの上に散らしてしまったので 最初キッチンペーパーで拭いたんですけれどもベタベタが全然取れなくてネットで調べたところ小麦粉が効果的だということですので早速小麦粉を撒いてみますともう確かにこれ油吸いますね皆様もね油、うん、こぼしてた時は小麦粉を撒いてみてくださいけれどもフローリングの上に小麦粉を撒くと今度フローリングの目地の間にね小麦粉が挟み込まれてこれを 綿棒ななどででき出すのが大変な手間でしたむしろそっちの方が大変なのでそれは覚悟して小麦粉をまいた方がいいと思います5月6月と実家の熊本に帰っていてその時に写したスズメの写真をですね、えー、実家の庭に来ていたスズメの写真を見ていたんですけれども,もめちゃくちゃ可愛くてですねもうなんというか切なくなってきましたね私は ススズズメメは大好きで YouTube のスズメチャンネルもう欠かさずチェックしているんですけれども何だろうな YouTube のスズメも確かに可愛いんだけれども自宅のスズメって格別に可愛く感じますね例えば猫飼っている人は世の中のどんな猫よりもうちの猫が可愛いいと思っていると思いますけれどもそういう感覚なのかなとスズメを飼ってるわけじゃないんですけれども自宅の庭に来るということで。 中ばペットに近い感覚が親近感がありますので確かに YouTube のスズメも可愛いいんだけれどもうちのスズメが一番だぞという本日は2024年8月分の雑談もお届けいたしました無料ダウンロードのお知らせです日本の歴史解説音声91本18時間 仏教の伝来、清ナ納言と紫式部など日本史の名場面91の名場面も1回10分程度でわかりやすく解説しております。詳しくはリンク先までよろしくお願いいたします。近日発売です。釈迦伝説と生涯人は何のために生きるのか。2500年余りの時を超えて訴えかけてくる釈迦の奇跡の生涯詳しくはリンク先までよろしくお願いいたします。本日も佐大臣光永がお話しいたしました。 ありがとうございます。ありがとうございました。